それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめはあっちだろうが、優しいのね。 1!GO!いっぱいいっぱいじゃねえか、この俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ？作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだんだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言って京子はモチベーションで走る感覚派だからな。あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだぜ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな。とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが先行されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ凌介、レッドサンズとして遠征をやった頃と比べて8200がパワーアップしてるので、マスコンワークが何倍もナーバスなんだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の立候補はゴノッチ、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。ゴノッチのマスコンを銃の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいじゃん。両親には言うんじゃないぞ。クソったね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていう、このちぐはぐさが俺には辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られてる。思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけが脳じゃねえってことだろうが、どっかでチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぜ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃない。俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利な流れだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だろうな。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ノブヒコ。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子が先行でこれほどいい走りができるとは全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることが京子の集中力を高めているんだ。ハイレベルなバトルになればなるほど俺はどうしよう。
心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと湯の涙を流そう。まさかそこまで。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるのか。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いというよりウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。なんか分かったぞ兄貴。女子の弱点見せてやるぜ。高橋良って実験の魔物の最速理論を何で俺たちに気がつかなかったんだ。そんなの体重は大体軽い。重量が軽いことは相手はアドバンテージだ。ハイパワー車ではその軽さがアダになるな。すごいことになってる。どうしちゃったの私。もう勝利が近い。このままいけば2本目に入れる。一緒に行こうよ。何もっともっと深く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。待って、置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。そんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな。攻め込んで二編成ともうめえ。五線形を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの攻撃みたいなステンレスのボディがドームギリギリをかすめていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまじに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。やだ、行かないで。もっと続けたいよ。終わりたくないの。あだよ、俺は先に行くぜ。
5200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ5000系は おい、京子は515R はどうしたんだ。それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。わあ、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。ごめんね、信彦。謝ることなんかないって。最高の走りができたんだろ。うん、天にも昇る気持ちだった。お前ら本当誰でもいいんだな。それじゃあスタンバイしてくれ。1、2番線の列車を入れ替えろ。無理すんなよ、信彦。分かってる。ざわ、ざわざわ。無理はしないさ。無理をせずに勝ちに行く。あれ